あ、どうも、あ、どうも、トゥーキュー、どうも、イエーイ、めっちゃホールダー、アルトス。ってことで、私、川野だと申します。川野、英語で、ね、川野ひらがなんですけど、川野、だの、da、英語でね、これ書きました。アルファベット書きました。ね、これはね、芸名つけていただいたんですけども、これね、大事な名前ですから、川野だの d。d はね、ダイナマイツ。で、a、a はね、麻生。麻生大臣、国民の皆様ということでね、嘘ですよこれ。やばい落ちたな、やべえ落ちたかも、もう一回取り直した方がいいかな、やべえどうしようということで、今のは嘘なんですけど、嘘つきになっちゃうなこれ。とにかくですね、私ミニ FM の方でちょっと喋らさせていただいて、本当ね、みんな聞いてくれないんです。それなんで、コミュニティ FM で、みんな聞いてください。喋らせてください。本当に。いろんなとこにメールとかね、するんです。全然もう、なんつうの？帰りがないです。誰も出させてくれないんです。もう本当に事務所にいないからかな。ね、所属してないからだと思うんですけど。それはまあわかんない。俺実力かな。ね。すいません、なんかちょっと偉そうなこと言った。これすみません、嘘です、それは。もう嘘ばっかついた、また。また嘘ついたよ、もう。ダメだよ、もう。落ちたかもしれない。ね。ということで、プレゼンをしなきゃいけないですよね、これね。私が、ね、レディオスターだと、ラジオスターですか？どっちですか？まあ、いいか、レディオスターになった暁には、番組はですね、これですよ。ラジオにらめこ！イェーイ！やった！よいしょーみたいなね。もうどうしてもね、おじさんなんですけど、若手以上になったことがないので、若手のテンションしか知らないんですよね。すいません。こんな感じなんですけれども、ラジオにらめっこどうですか？もう、俺頑張って、面白いことを考えて、喋りますので、それで、一回でも笑わしたら、俺の勝ち。で、一回も、なんかね、もう、ずーっと笑わなかったら、もうリスナーさんの勝ちです。これをもういいねとかですか？これは何で判断すればいいんですかね？メッセージですか？そういうので判断するのはいかがですか？面白くないですかこれ。ね。どっちだろうかみたいな。最悪罰ゲームとかあってもいいかもしれないね。やるかどうかわかんないけど。そんな言ったら全部やらないんですけど。まあ、そうじゃなくて、もうなんかメッセージとかいただければね。一番困るのは、どっちもないっていうね。誰も聞いてなかったっていうのがね、一番困ると思うんですけど、まあそんな感じでね、もうほんとね、こういう世の中ですから、とりあえず面白いことをちょっとやったら、みんなちょっと笑ってもらったら、なんか楽しくなるかなというね。パーッと行きましょうみたいな感じでね、やるのどうですか？これね、これ意味ないのダメですかね。自分の番組でもね、最悪もう落ちたら俺自分でやりますから。もうしょうがない。そしたらまあいつもやってんですけどね。はい。というわけで、なんかこうね、みんなで盛り上がっていけるような、なんかね、楽しくなっちゃうような番組をね、やれたらね、いいかななんて思っております。もしよかったら、レディオスターにしてください。なんかね、そんなんなったらいいことがあると思う、何かね。ね、まあそういう気持ちでいかないといけないから。ね。ということで、多分もう何回取り倒しても多分ダメだと思うんで、もうこれでやめますけども、はい。何回か取り直してです。もうほんとね、だからよろしくお願いします。選んでください。ということで、もうちょっとみんなに聞いてほしい、おしゃべりを。ということで、おしゃべり男でした。川野だと申します。ありがとうございました。喋らしてね。よろしくお願いします。Do not talk about.Do not talk out. Do 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 not talk out. Hey! What's up? We're down to the high club. What's up? You have to know the rules. はじめまして、瀬戸川 D 太一と申します。現役の声優、ナレーター、歌手、ラッパーをしている46歳です。おっさんですね。後ろに流れている、曲はですね、私のオリジナル曲です。出演作はですね、龍が如く維新の山並圭介役。
大河ドラマで堺雅人さんが演じた役ですね。龍が如く極みの新藤浩二役、若頭ですね。タイガー&バニーの第1話で、冒頭からずーっと逃げ回って最後にバニーに捕まってしまうというですね、間抜けな強盗犯の役を演じております。あとはナレーションでテレビ番組や CM なども担当しております。そしてですね、複数の、都内某声優専門学校で声優講師をしていた経験がありまして、その時に出会った学生たちがですね、卒業後になかなか声優になれないということだったので、彼らのために私が起業しまして、ノブレス36という声優ナレーター事務所を去年の11月に立ち上げました。声優事務所の代表もしております。私はですね、その声優専門学校の時に、実際の各声優事務所ですね、すごく大手の、そういった方のマネージャーさんとお話をさせていただいて、一体その審査するときに何を見てるのか、どういったところを見ているのかということをですね、しっかりお話をお聞きしてですね、声優事務所代表が教えるアニメ声優になるための所属オーディション必勝法という Kindle 本を出版しております。よろしくお願いします。で、私がやりたい企画はですね、今もリモートで、声優やナレーションのレッスンを行っているのですけれども、その講師の経験を生かしまして、模擬声優オーディションを開催したいと思っております。私から毎週セリフやナレーションのお題を出します。例えば、バトルものとかですね、学園ものとか、恋愛ものとかですね、あとは CM ナレーションとかですね、何の CM かとか、そういうことも、お題に出したいと思っております。リスナーの方々はですね、そのセリフの音声を収録して番組に送ってください。番組への送付方法は、この後、番組スタッフの方と話し合って決めたいと思います。でですね、その音声を私が聞きまして、選抜した音声を番組で流して、良かった点や改善点をお話しさせていただきたいと思っております。できればですね、今週のグランプリはみたいな感じでですね、1番を決めたいと。1、2、3番までぐらいは決めたいかなと思っております。ということで、自分の宣伝にもなりますので、この番組に投票していただければと思います。で、上手い人だけになってしまうと、初心者の方がどうせ初心者だから採用されないからいいやってなっちゃうと悲しいですし、初心者の方向けのですね、アドバイスっていうのももちろんあるんですね。なので、初心者の方を選んで、その方をの音声を流すということもしていきたいと思っております。声優になりたい方のお悩み相談なども送っていただければ、親身になってお答えしたいと思います。というわけで、声優になりたい方々は、皆さん自身のために、私に投票をお願いします。では、よろしくお願いします。こんにちは。井上まどかと申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。私は、東京生まれ、東京育ち。幼少期からラジオと音楽が大好きで、中学時代には放送部。高校時代から音楽活動を始め、その後日本放送で事務職として働いたことがきっかけで、さらにラジオとラジオパーソナリティへの思いが深くなりました。現在はラジオトークやポッドキャストなどで一人四役ラジオとして自作のポエムやアカペラの歌配信などをしています。今回は目指すは全国のコミュニティ FM のラジオパーソナリティということで、新規一手井上まどかとして挑戦します。どうぞよろしくお願いいたします。晴れて私がメインパーソナリティになれたとしたら、愛しの音楽とポエムと優しい気持ちになれる時間を届けたい。番組のタイトルは、井上まどかのワクワクミッドナイトラジオです。このワクワクは、ラジオを聴いて胸がワクワクするワクワク。優しい気持ちになれるようなワクワク感。そして、幸せになるイメージが湧く。そんないろんな枠をかけています。一日頑張った心と体が、ラジオを聴いていただくことで、ふっと軽くなったり、明日も頑張ろうという気持ちになれる、そんな真夜中にふさわしい番組を作りたいです。具体的には、まずは
まどかのラジオ宅配便。このコーナーは例えば失礼しちゃいましたとか、今日はこんな嬉しいことがありましたとか、誰々さんのことが大好きですみたいな告白とか、こんなひどいことをされちゃいましたみたいな、リスナー様の引きこもごも心の声を送っていただいて、受け取った私がメッセージとともにリスナーの皆様に寄り添う曲をセレクトしてお届けする、そんなコーナーです。なかなか言えない気持ちを私が代弁してラジオに乗せてお届けするのも、まどかのラジオ宅配便。きっと今まで私が経験してきたことや音楽が大好きだということも活かせるかなと思って、このまどかのラジオ宅配便をやってみたいと思っています。それからポエムのコーナーもぜひ実現したい企画です。私が自作のポエムをお届けしたり、リスナーさんが書いたポエムを番組内でご紹介するコーナーです。またテーマを決めてリスナーの皆様からお題にまつわるエピソードやリクエスト曲を送っていただいたり、人気のテレビドラマや映画の主題歌コーナーもぜひやってみたいです。ご紹介する曲は新旧いろいろ、歌謡曲や夏メロ、ポップス、ロック、アニソンだけにとどまらず、洋楽やジャズ、ボサノバなどいろいろなジャンルの曲を深夜のラジオでお届けできたらいいなと思っています。愛しの音楽とポエムと優しい気持ちになれる時間を届けたい、それが私の番組の企画です。井上まどかのワクワクミッドナイトラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。最後まで聞いてくださりありがとうございました。突然ですが、レレレのおじさんをご存知でしょうか。天才バカボンに出てくる、いつも掃除をしている名脇役です。実は、レレレのおじさんにはモデルがいて、その人というのは、お釈迦様のお弟子さんなんです。しかも、16羅漢というお釈迦様が選ぶトップ16に選ばれる優秀なお弟子さんなんです。しかし、そんな彼は、もともとお釈迦様の弟子の中でも、一番出来の悪い修行僧でした。修行はもちろん、自分の名前すら覚えられないほどの出来の悪さでした。そんな彼に、お釈迦様は箒を一本渡し、毎日掃除だけすることを勧めます。真面目な彼は、来る日も来る日も、一生懸命に掃除を続けます。20年間続けたある日、自分の中にある心の汚れにも気がつき、ついには究極の悟りを開くのです。ご挨拶遅れましたが、僕の名前は大塚浩一です。世界で一番楽しい掃除屋を目指し、祖父が創業したビルメンテナンス会社を経営しています。そして僕の夢は、掃除で世界を平和にすることです。大げさな話ではなく、掃除には大きな力が秘められています。そんな僕は、家業である掃除が実は大嫌いでした。そして家業を継がずに世界一のサービスを学ぶために、ザ・リッツ・カールトンホテルに就職。しかし、そこで学んだことは、世界一のサービスの前提にあるものが、一秒たりとも欠かせない清潔さと安全であるということでした。衝撃を受けるとともに、なぜ家業を拒絶していたのかを思い返し、清掃業界を変えたいという志が芽生え、家業を継ぐことを決心しました。さて、番組のタイトルは、綺麗の力です。誰にでもできて、誰もが一度はしたことのある掃除を通じて、一人でも多くの方が、ポジティブで心穏やかに過ごせるよう発信していきたいと考えています。綺麗の力に関して、
もう一つ実話を紹介させてください。割れ窓理論をご存知でしょうか。公園や地域の清掃活動、落書きを消す作業などにより、身の回りの小さな乱れに早く対応すれば、将来発生し得る犯罪を未然に防ぐ効果があるという理論です。1994年以降のニューヨークはとても荒れていまして、この理論を実践することで犯罪率が激減し、治安が回復するとともに、街の活気や住民、観光客が戻ってきたのです。つまり、掃除は心の在り方ともつながりが深く、掃除好きが増えることは、世界の平和や安全にもつながるんですね。コロナの感染拡大など、私たち自身がコントロールできない大きな問題がたくさん発生している現代。そのコントロールできない問題に左右されないよう、自分自身でコントロールできることにフォーカスし、心の状態を保ってほしいと思っています。そのツールの一つとして、誰にでもできる掃除は大きな力を発揮します。掃除を通じて一緒に幸せになりましょう。最後になりますが、掃除で世界を平和にするという夢に一歩近づくために、メインパーソナリティとして発信をさせてください。応援よろしくお願いします。